1月22日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて12円67銭安い2万トンで706円66銭と言っています。トピックスも昨日に比べて 3.5 ポイントの下落 1562.80 で午前の取引を終えました。マザーズ指数ジャスダック平均株価もそれぞれ下落しています。今日は日銀の決定会合が始まっていまして、日銀待ちといったところでなかなか動きづらい相場付きの中で、現在アメリカ株の時間外取引、ダウの時間外取引が下落しています。このあたりも東京市場の上値の重さ、売り先行といったところの背景にあるようです。日経平均株価冷やしチャートをご覧いただきましょう。とはいえ日経平均日足ベースで見ていきますと復調の兆しですね。株価が上の方向に向かっていると。そして5日線と25日線この緑とオレンジのゴールデンクロスが、微妙わずかではありますけどもゴールデンクロスが次元しています。足元復調の兆しというのが日経平均の動きであります。そしてその日経平均に絡んでですが、日銀明日決定会合の結果を発表しますけども、マーケットでささやかれているのが日経平均型の ETF の購入を減らして代わりにトピックス型を増やすんじゃないかということで、このところトピックス優位日経平均不利という展開が続いています。このあたりが日経平均の指数寄与度の高いネガサ株の軟調査につながっているようです。9983ファーストリテイリングの冷やしチャート、こちら日経平均は上の方向に向かっていますけども、日経平均のウェイト 10% ぐらいを占めるファーストリテイリングは軟調な動き、今日も冴えない動きとなっています。午前中の段階では5万1180円で取引を終えました。一方相場全体が動けない中で好材料が出ているようなところ、特に業績関連で材料が出ているところには物色の矛先が向かっています。例えば9960のこちらは東テクであります。空調機器ですね、空調機器の商社でありますが、こちら通期の業績予想の増額修正を発表しています。このあたりが買い材料になって一気にオレンジの25日線を上抜きました。ただ朝方買い物が一巡した後は上げ幅を縮小する動きで、相場全体が冴えない中でなかなか一気に買い上がるという雰囲気にはなっていません。以上全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。